はい、こんばんは、中山さとしです、横浜のフィッシングショーも無事終わりました。で、僕もね、ダイワブースで3日間いたんですけど、ちょっとね、撮影等の、裏方のね、仕事が忙しく、ブースにあんまり出れなかったんですけど、今回いろいろ、セルテットだったり、スティーズの CT だったり、っていうふうに僕のね、気になるものもいっぱい出てました。で、今回ね、紹介したいのが、まだね、ホームページにも、デジタルカタログに出てない、アイテムになります。で、それがね、今年も、あります。ニューエラのダイワとのコラボキャップ。でね、これがね、19年、春夏モデルかな。で、一つだけ、今回ね、今回の大阪のフィッシングショーでも、今週末あるんですけど、その時もこれをかぶります。かぶって、ブースに立ってますんで、目立つよ。アホなんでね、蛍光色のアホなんで目立つと思うんですけど、いろいろね、ニューエラのモデルが出てます。で、去年までね出てた、この普通の、これがね去年の冬モデル、冬モデルかな。で、これがオットドッシュの冬モデルか。で、去年の夏モデル、これなんかは、ダイワとニューエラコラボと、ゴアテックスのコラボですね。このタイプもね今年出るんで、いろいろ出ます。で、新たにねバッグも発売されるということなんで、で、ちょっとね現物がねこれしか今、僕も持ってないんですけど、横浜の会場で、担当の、社員さんに、説明している動画を撮ってきたんで、それを今から、ご紹介したいと思います。はい、と新しく 19SS でも、ニューエラキャップが、発売になります。今回ですね、4種類になります。ゴアテックスのモデルですね、こちらが。で、裏面にロゴが入ってますっていうモデルと、こちらの蛍光色のモデルになります。ブルーとライムとイエローの3色になります。次がですね、こちらラウンドタイプのニューエラも出ます。こちらが、ウォッシュドコットンという製品洗いをかけたような商品になります。今回ですね、バッグの方も新しくコラボになります。以上です。